西クリス駅は兵庫県辰野市新宮町ジ谷にある西日本旅客鉄道尾目新線の駅である対抗式ホーム2面2線の交換可能な地上駅。駅舎は2020年1月までは木造であったが老朽化に伴い2020年1月下旬から2月上旬にかけて旧駅舎解体工事が施行された。建て替え工事期間中はスロープ上に仮駅舎を設置して対応し、 2020年3月末、旧駅舎と同じ場所に、鉄筋ガラス張りの新駅舎が完成した。作業方面行きホーム側にあるが、ホームは、駅舎より一段高い位置にあり、階段、またはスロープで上がる。姫路方面行きホームとは、作業よりの校内踏切で結ばれているが、その姫路方面行きホームにも、駅舎のない勝手口がありでいる可能。当駅は、 国鉄時代の末期には、運転扱いの要因は配置されていたが、旅客扱いの職員はいなかった。現在は完全な無人駅となっており、自動券売機も設置されていない。また、トイレは改札外に推薦式のものがある。かつては長らく組取り式であった。駅舎前に、駅開業記念の石碑が設置されている。乗り場番号表は存在しないが、自動放送では、 上記のように案内されている。駅舎側が一番乗り場である。2019年度の1日平均乗車人員は85人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。